おい、じゃあ続けてやっちゃいます。結局ね、セーブの空きブロックきちんと作ったのに、あまりセーブの意味がなかったかなっていうところなんですけれども、じゃあ次の年終えたあたりから、ちょっとカット動き、何かね、不審な動きがあるまで、カットしていこうかなと思います。不審な動きがね、すぐ起これば、やったってね、思うんだけど、ちょっと心配なんですよね。自分のね、今体温も上がってきたし、すごい嫌な汗をね、かいて、何ですか？あ、もう1年経ったのか。ごめんね。1年経ったから、ここで今6年目を迎えた形ですね。もう競売ってかけられたっけ？どうだったっけ？競売かけられてるけど、なんか前の時期からかけられていた気がしますよね。パーク価値は上がっている。株価もいい感じ。お金がちょっと今減ってるか。じゃあちょっとやめるか。開発をやめるか。で、借り入れも余裕はある。不動産税もまあ逐一ちょっと上がっていくけど、まあそれは多分、さすがに不動産税がどうのこうのでは関係ないと思うんだよね。今までで、でも株で一番最初、ね、優勝、完全勝利の時に、お金いっぱいあったのに赤字になったから、それは関係ないと思うんだけど、いきなりね、いきなり赤字宣告。マジあれ、ほんと死の宣告ですからね。黒字なのに赤字なので、その後どうしようもなくて、何をしても死ぬ。まあ、なんか、可能なね、延命処置可能なことがあるとしたら、それをやらないといけないんですけど、それがね、わからないっていうことなので、今、ちゃんとメモりながら、なんで検証中にね、練習中にやらなかったのかっていう話ですけど、そこまでやるね、気力がなかったんで。じゃあ、ちょっと勇気のカットしていこうと思います。はい、まずですね、開発資金をゼロに、ゼロってか、まあ1か、1に戻して、で、まあ、ループをね、ちょっとつけていこうかなと思います。まあ、それに関しては大したものではないんですけれども、ループをつけると、ちなみにそれだけでパークの資産価値っていうのが、もううなぎ登りみたいなバカ上げ状態になりまして、いいよってことですね。で、バカみたいにループをつけていると、お金がループザループになってしまいます。そこだけ気をつけてください。昔のね、あるみたいにループとか、バカみたいにつけたり、池とかね、バカみたいに大きくすると死にます。コーヒーカップが老朽化しているらしいので、ちょっとそこだけ直して、また動きがあるまでカットしていきましょうか。撤去して、さあ、物がね、どんどん置けなくなってきた。モノレールはちょっとどうしようかな、考え中です。置くなら置くし、置かないなら置かないっていう選択でいきます。多分、なんか置かない気がする。ちょっと待って。なんかさ、なんかそれっぽいやつがいないか？これ、ねえ、これヤンキーじゃね？もしかして。初かな？何してるかよくわかんねえけど。これはね、なんかぶっ飛ばさないといけないらしいんで、こうガードマンって、もう2人くらい入れときゃいいよみたいな、ね、こと、いね、アドバイスいただいているんで、置いときましょうか。説明書に確か載ってたね、なんかそれっぽいやつがね、出た。でもなんで出たんだ？知名度かな？人気度って別にないんだけど、このランキングなのかな？知名度普通で、ヤンキー出てきても困るんだけどな。今までちょっと見たことないんで。どう？興奮度、この辺かな？もしかしたら、今一番ちょっとノリに乗ってしまっている感じですね。ここまで順調に進まなくてもよかったんだけどな。あ、でも株価今下がってますね。いいですね。パーク資産は、うなぎ登り。多分、ループですね。ループをつけたから、多分、うなぎ登りだったんじゃないのかな。じゃあ、行きましょうか。赤字にはならない。ガードマンってさ、置いとくだけで発動するのかな？
効果を、いるだけで効果を発揮するモンスターなのかな。なんか相当なんかやべえことやっ、あ、なんか走ってる走ってる走ってるよ。どうした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 。なんだ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 。お、バイクでバイクで、お、なんだ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 。なんだ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 。あ、なんだなんだなんだ。ちょっと気になるところだけど、あ、今ので追い返したっていう判定になるのかな。まあ、まあ、まあまあ、ええやろ。あんな感じみたいです。おめでとう。おめでとう、ヤンキー。ありがとう、ヤンキー。なんだっけ、フォーエバーヤンキー。あ、なんでヤンキーの人って、こういう遊園地とか来て暴れるんですかね。やっぱ、やばい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 。やばい、人が、やばい。爆発はやめろ。爆発落ちなんて最低なんだよ。やめるんだ。やめるんだ。やめるんだ。今すぐ修理するんだ。もう構わん。即修理だ。ね、人は増やせばいい。やっぱりね、人が少なくて回しましょうはダメです。人道的にやっぱよろしくない。それでは、自分の首を締めるだけだって言っとかないとな。なんか最低限のなんか人間性をわきまえた。あ、はい、出たジェットコースターの老朽化。この辺りでちょっと謎赤字が発生すると思いますので、要チェキですよこれ。 さっきヤンキーなんかもう何人かいた気がするけど、まあいっか、2人いるからね。ガードン拾える？拾えるな。拾えるけど、入り口に、あれ？ガードマン消えたぞ。危ねえ。ん？ガードマン消える。ここか。ここ置いとけばまあ、大丈夫でしょう。あと走り回ってもらえれば。はいはいはい。ジェットコースターが老朽化ね。わかってるわかってる。だけど、新しいアトラクション、ありますね。あ、ありますね。当たり前だよね。じゃあこれ最後にしよっか。最後の、ジェットコースターにして、これね、ヤンキーいるじゃん。ここにガードマン、ここになんか置いといてよかったら。はいはいはい、終わり終わり終わり。じゃ撤去しちゃうよ。撤去するとパークの価値がね、やっぱ著しく下がってしまうと思うんですけれども、ここで、まあ、老朽化はさせないと。邪魔だよみんな。ちょっと物が置けないでやんす。出口は、まあ、ここの辺にね、置いちゃっていいや。ん？なんか今、警告来てた？いや、嫌なんだけど。労使交渉か。いいでしょう。お金はあります。あ、やべ、やっちゃったよ。食い気味、イエーをね、ちょっともう一回再現しようかと思ったんだけど、うまくいきませんでした。まあ、ここにもう一回ジェットコースター立てて、何？パラソルチェア、ああ、こういうところでね、新しくアトラクション、増えたものを、まあ、置いていければなって思ったんですけど、まあ、そうね、うまくはいかないよね。ただそろそろね、バイキング的なものが増えると思うんで、今開発をね、またちょっと着手、お金増えたんで、着手して、アトラクションマックス状態にしてるんで、そろそろバイキングとかがね、出てくると、思うんで、それをね、置ければと思うんだけど、ちょっと危ないかな。でね、やっていると、結構ね、その後すぐ、じりじりじりって出てきたりするんですよね。まあこう、やっぱ欲張っちゃ、邪魔なんだよ。どくんだよ、見えろよ。どこだっけ？はい、じゃあね、ここね、置いちゃって、あれ？よしよしよし。あれ？俺今置いたのパラソルじゃねえんだよな。これなんだよな。ちょっと待ってね。これやめて、やめて、こうです。これをこうしてこうじゃん。じゃあまたちょっとカットでいいかな。
また1年経ちましたね。ちょっとジェットコースターの入り口出口でなんかちょっと不具合が発生していたんですけれども、ちょっとそこには目をつむってもらって、あ、知名度が低くなっちゃいましたね。なんで低くなったのかがちょっとわからない。その辺のね、差異がわかんないんだよね。さあ、資産価値はね、問題なく上がっていますし、株価は、まあ、ぼちぼちか。で、お金はちょっとまた開発しているんで、借入額どんどん上がっていくな。収入も支出もあるけれども、あれ、赤字っていうか、あれにならないな。時間制限にならないぞ。普通に進められるんだけど。結局なんだろう、なんか違ったのかな。今まででも、何も変わっていない気がするんだよな。借り入れを一回しようがしまいが関係ないと思うしね。一回返しちゃってる状態だったら多分何でもないと思うし。こんな別に平和に進められても、困っちゃうんだけどな。そういうのじゃないんだけどな。今回のテーマパーク。ここからもし方向転換、あ、ジェットコースターちょっとやり直し。なあ、とんでもねえジェットコースターだな、また。あ、もうか、ああ、か、軽く生き返っているわ。ま、仕方ないね。バンシーキャッスル。ああ、危ない危ない危ない。わかったわかった。もう、終わらせて、バンシーキャッスルは、じゃあもう、撤去。で、新しいやつ作りましょう。こうね、こういう、なんつうのこれ。バイキング。カリブの海賊みたいなやつ。結構苦手なんですよね。絶叫、あ、待って、ちょっと。下手だな、アル君。絶叫マシンってさ、何が嫌って、まあ、高いところ、ある高所恐怖症なんで、高いところが嫌なんですよね。ジェットコースターみたいに、もう高いところから一気に落ちるだけだったら、もうあとコース従ってね、楽しめばいいんですけれども、フリーフォールとか、こういうやつ、どこ？どこ？こういう、あれ？これ落ちるんじゃないのか？高いところから、ただ下にね、垂直落下みたいなのって結構怖いんですよね。上がったり下がったりするからさ、すっげえ怖いんだよね。で、ジェットコースターも落ちるまでが怖い。一番高いこの、ここがね、すごく怖いんですよ。落ちるなら早く落ちてって。で、なんか早く動いているところを楽しませてほしいんですよね。と言ってもね、昔は、やっぱ、ああいう、コースからさ、脱線してさ、飛んでいってしまうんじゃないかっていうのが怖くて、乗れなかったんだけどね。あるよね。会ってくれ、みんな。そういえばさ、アトラクションは1個しか、1つ、重複しなくてもいいっていうアドバイスもあったけど、ね、ネズミの国って、あ、動いてなかった。結構ジェットコースター系っていっぱいありますよね。お化けもさ、ある、なんとかマンションとかさ、あと、タワーオブ、みたいなのがあるけど、まあ、それはこっちとこっちと分けている感じか。なんか、ビッグサンダー、なんとかとかさ。ちょっとスプラッシュなんたらみたいな、いかないんでわかんないですけど またちょっと違うのかな。ほい、ジョイプレーンもちょっと危なくなってきたということなので、まあ、ここでね、変えちゃって、で、どうもね、なんか赤字にならない、謎赤字にならないので、どうしましょうかね。ここからもし方向転換、テコ入れ、動画としてのテコ入れをするとしたら、まあ、前回230万くらいで、まあ、売れたので、場所が。それを、まあ、ちょっと超えて、やれればいいかな。ちょっと、それはもう、競売かけてみないと、わからないんですけれども、もう一番 こう、謎の空白ができちゃってますね。で、価格設定もなんか R が一喜一憂しなくても上がったり下がったり、勝手にね、お客さん入ったり入んなかったりしてるみたいなので、もうほっといてもいいのかなっていう形ですね。これこそ本当にもう軌道に乗っちゃってるみたいなので、もうこちらが何かしなくても、うわ、なんかこれもね、酔うんだよ。
すっげえ苦手なんですよね、こういうの。だ、酔うんですよ、ね。酔ってくると今度ね、怖いじゃなくて気持ち悪いっていう感情がね、押し寄せてきて、もう怖くなくなっちゃうんですよね。もう早くちょっとマジで気持ち悪いから終わってくんないかなっていう、絶望感が 渦巻いてきて、恐怖どころではないんですよね。吐く恐怖に変わってくるんだよ、今度。なかなか、違ったスリルを味わえるアトラクションですよね。違う、そうじゃない。はい、じゃあ、ゴーストハウスがね、老朽。なんか泣いてる？気のせいか。ゴーストハウスがね、老朽化しているようなので、ここで止めちゃいましょうか。ゴーストハウスなんかすごいお金取られてる気がすんだけど。でも、新しいアトラクションにもうちょっと置くものが今ないので、これで妥協していただきましょうか。何の曲？これかな？これぐるぐるの曲かな？ぐるぐるっていうか、なんかスペースシャトル。特に特にひねりのない。ああ、危ないですね。とりあえず、爆発落ちをちょっと避けていく形で。今回あれですね、コークスクリューだっけ？縦スクリュー、縦回転が、ああ、またすっ飛んでんな。KK だ。出てこないですね。また開発、マックス状態にしているんですけれども。ちょっとね、最近こう、チェックが甘かったので、煙ね、吹いてないか心配な。煙吹き出したら、ちょっともう、間に合わないっていうか、若干、危ないんでね、そこは、見てあげないと、危険ですよね。まあでも今のところもう大丈夫ですかね。ちょっと拍子抜けなところもある。ああ、ジョイプレーンか。ジョイプレーン、どっかにジョイプレーン置くか。なんか何でもかんでも置きすぎない方がいいのかもしれないけどね。メカニックさんとかも多分大変だと。あれ？なんでこの人ここ歩いてんだろう。これさ、これどうなんですかね。これヤンキー完全監禁とかできるんですかね。自分で バカめ そこで一生過ごすんだな。はい、じゃあまだ1年経ちましたが、どうですか。まあ、ランキングはもう全然気にしないでいいんで、今9年経ちましたかね。評価もね、非常にいい感じなので、もうちょっと、これ以上やっても、多分、先がない。パーク資産価値がね、なんかどんどん上がってんだよね。ここまで上がったことあったかな？前回ね、売却した時にどの程度だったか覚えてないんだけど、まあ株価は、まあなんか上がったり下がったりなんで、関係ないのかな？まあちょっとじゃあ、次、節目の10年目になるときに売ってしまいましょう。ちょっとこのままダラダラやってても、どうも死ななそうなので、で、ここからいきなり、なんか、謎赤字、謎破産みたいなことも多分自分ではできない。発生のさせ方もわからないので、ちょっとこのまま、適当に1年過ごして、行っちゃいましょうか。でも、このなんだっけ、飲食店封印のその方法っていうのはかなり使えるんじゃないかなと思うんですけど、どうかな。ゴミ問題もね、全然なくなったし、ヤンキーの封印ももしかしたらこれでいいかもしんないですよね。結局お客さんを脅かしたりして、悪いようにするみたいなので、あそこに動けなくすればもうそれだけでゲームが終了する可能性ありますよね。ちょっと、まあ、実験じゃないんだけど、ガードも、あれ？おじさんじゃない？楽しいかい？楽しいなら、俺も本望だよ。ガードマンさんをちょっとこの辺に、迷路が老朽化、いいよ。ここにちょっと置いて、これさ、意味あんのかな？
もしかしたら悪さをしないとダメなのかもしれないけどね、もう悪さでもするって分かってるからな。当たりをつけてしまってるからな、ここに。はいはいはい、迷路ね。はいはいはい。はいはいはい、爆発させるとね、私も困りますので。なんか変えましょうか、じゃあ。じゃあ最後、ね、スネークスライドとかで、ね、楽しんでいただきましょう。さあ、最後の1ヶ月ですか。まあ、何事もなければ大丈夫でしょう。いきなりスネークスライドが爆発とかしなきゃ、まあ、爆発したとしても、もう今更ね、この素晴らしい結果にね、変わりはない。あれ？そしたらコークスクリューつけよっか、最後。適当なところに。あ、つけられない。お金が、あ、お金足りてるよね。ここと、この辺に、つけちゃって、で、最後見れるかな？時間的に、あ、コークスクリュー、悪くない。うん、いい、うん、オッケー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 、人も吹っ飛んで、よし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 。いいんじゃないかな？ここで急停止。死んじゃうよ、こんなコースター。絶対乗りたくねえわ。はい、じゃあ無事にね、10年ちょっと乗り切ってしまいましたので、これでもう売却してしまいましょう。本当はね、なんか破産してジ・エンドみたいなのがね、一番 R らしくいけるかなと思った。あ、残高資金やべ。 これで赤字で死ぬんだったらわかるんですよ。ちゃんと赤字なんでね。そうじゃなかったからね、今まで。全く不明なんですよね。じゃあ売却しちゃいますよ。いきますよ。いくいく。うん。競売の開始は140万。前どうだったかな？ 200 万いくかな？結構ループとかコークスクリューで値段決まってくるっていう感もあるんでね。じゃあ、行こうか。さあ、どうかな？パークレイダー。なんだこれって思えちゃうんですよね。あれ？やっべえ、動かない。競売が動かない。これは予想外。マジか。買おうと思う人がいないと、これなかったことになっちゃうんですよ。まあ別になかったことになってもなってもね、いや諦めないと、諦めないぞってできるんだけど、これじゃダメってこと？あら、飲食店かな。飲食店がないからこんなパークはいりませんよっていう、こう、テーマパークからのお達しですか？不正はこう許さないと。いや、俺は不正に立ち向かっていくよ。悪いけど、ちょっとロンドンはもうこうイギリスだから行く必要ないけど。ちょっとじゃあどうしよっか。これは予想外。赤字なんかね、もうだってこの時点で赤字脱出してますからね、何にもする必要ないんだよな。心配なスネークスライドがあるんだけど、ちょっともう、じゃあもうあと1年、もうあと1年やりましょうか。で、もし競売できてもできなくても、これでいいです。これでもう終わりにしましょう。少なくとも、謎赤字にはならない。通常のパーク経営をしようとすれば、謎赤字にはならない。パークの価値とか株価は関係ないのかな。とにかく価値とか、まあ、資産とかね、落とさなければ、まあ、大丈夫だってことで、まあ、あとはゆっくり眺めてればいいってことなのかな。まあ、ちょっと、上級だとね、仕入れとかを封印してもなお、ね、こういう修理コマンドとかがあるんで、ゆっくりはね、ちょっとしてらんないんだけど、どうしてもね、火吹いちゃったりとかもあって怖いんでね。ちなみに、まあ、いっか、こいつらはちょっと置いときましょう。で、第2、第3のヤンキーがね、来られても困るんで、ここね、まだガードマンさん一人置いとけば、
そんなにないでしょうって。お客さんってどうなの？もう、あ、まあ、来たり来なかったりか。売り上げどう？入ったり入んなかったりですね。ちょっと適当に上げちゃって、ちょっと労使交渉でね、調子乗っちゃったんで危ないかなとは思うんだけど。そうね、じゃあちょっとこの1年最後にバスの改造でもしましょうか。バスの魔改造とか。お金余裕あるかな？あ、ダーン。箱じゃなくてね。バスがどれだけ、2階建てバスがさらにダックスフンド状態になるのかをちょっと知りたいので、まあ、あと何ヶ月？ 7ヶ月？ 9 ヶ月？ 9 ヶ月くらいで、7、9、63、63だとやばいかな。お金がちょっとマッハになるかもしんないけど、そこはちょっと様子見ながら、ちょっとゲームスピード上げて、1年やってみましょうか。あ、やべえな。ゲームスピード上げると、こういうところ、結局ね、間に合わなくなるんだよな。煙を吹き出すタイミングがね、どんどん早まるから、一番危ないのはスネークスね。マジスネークスライドさん、パネーからな、本当に。ほっとくと、爆発するからな、本当、ときメモどころの話じゃないスピードで爆発するからな、多分。もう一番へらってますからね、あの子が。一番構ってあげないと、本当、何するか分かんないからね。パークの信用を貶めることを平気でね、やってのけるからな。しびれて憧れてる場合じゃないんですよ。これ何？これスペースシャトルか。ちょっとスピード上げるだけでもね、本当に全体を見るスピードもちょっと上げないといけないんでね、かなりスリリング。そう、このゲームはスリリングを楽しむゲームではないと思いますが。お金もね、今マッハ、あ、でもお金どんどんめっちゃ増えてるわ。どう？あまりかな。あんま大きくなってないね。多分ね、1年間くらいちゃんとマックス状態で投資し続ければ簡単にレベルマックスまでね、行くと思うんですけれども、ちょっとスネークスライドはね、赤くなる前に修理しちゃっても全然いいと思う。でね、かまけてるとね、意外とね、ジェットコースターがね、吹き飛ぶんだよな。どう？なんか最近、あ、出た出た出た、警告が出たよ。ピエロショーですか？ピエロショー、ピエロショーもね、案外、人気ね、あんまりない気がするんだけどね、結構の速さでね、老朽化するんですよね。ちょっと研究を、もう止めようか。ああ、でももうちょっとなんだけどな。研究、行っちゃうか。行っちゃいましょう。ちょっと。男は度胸。女も度胸。ピエロどうする？ピエロやっちゃいましょうよ、ちょっと。なんとなくちょっと、だましだましで、このまま行って、マックス状態までにしましょう。で、ピエロも、ね、今年いっぱい、頑張ってもらって。お前だよ、お前、本当に。ね、なんかちょっとほっといてるとな、すぐ爆発するからな、このジェットコースターも、本当に。いや、本当ね、現実の世界でもね、マジで、メンテはしっかりしてほしいですよね。こう割と完全にね、これ封殺できてんじゃねえかなと思うんだよね、このヤンキー。これ真似していいですかね、皆さん。ヤンキー出てきたら、広いところにおびき寄せて封殺。まあ、勝手にね、あそこ歩いていたんでうまくね、封殺できただけなんだけど。どう？お金。あ、やっべ！さすがに金、お金、借金はまずいです。まずいですよ。で、ここをちょっと消しちゃって。で、これになったら、どう？バス、ちょっとバスが長くなったか俺見たいだけなんですけど、多分ね、タイヤが2つってこれありえねえだろ。タイヤ3つ。前輪、後輪、中輪くらいまで必要だろ。これ、洗車タイプのねえ、
設計が必要だったんじゃないですかね。さあ、どうだい？お金ちょっと借金背負っちゃったけど。ピエロ賞大丈夫大丈夫。平気平気。あとは借金生活が、ちょっと、治らないか。さすがにこれで やっても無理かな。これ借金するとそれだけで、価値というか、噂が広まっちゃうのかな。これちょっと経営やばいらしいよ、みたいな感じで進んでいたらちょっと悔しいですよね。でも人は、今何人？一人か二人ぐらい来た？0人か。この来たり来なかったりのタイミングっていうのがね、結局よくわかんないんだよね。来ないと結局こうなっちゃうんでね。まあでも借金があろうがなかろうが多分競売にはね、余裕でかけられると、おい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 、やろ。かけられると思うんで、そこはね、気にしないでいきましょう。さあ、最後。1年経ちました。ほら、来たよー。今ふっとね、思ったんだけど、もしかして、この10年目？ 10 年目の最初って赤字だった、俺。もし赤字だったら、そういうことだよね。赤字だった、直した、最終的に今赤字だったら、結局赤字を脱却できないっていうことで死んでるってことだよね。こういうこともちょっと今ありえたか。いきなり死んだからさ、あれだけど、ちょっと確認するか。